高尾城は、福岡県柳川市大和町高能に存在した、日本の城。柳川市指定史跡。矢部川と塩塚川によって形成された平野の西方、矢部川右岸の自然堤防上に位置する。城の範囲は、東西100メートル、南北80メートルほどであったという。田尻氏が代々居城にしていた、田尻城は、水や、交通の便が悪いため、天文17年に、 田尻親主は、大友氏に願い出て、高尾城の建設を許可され同年に築城した。天文19年の水口氏、三池氏との合戦の際には、親主が登場で防戦している。その後、田尻氏は、大友氏の参加から、龍造寺氏の下へ転じて、天正3年に、田尻官氏主は、龍造寺高信と共に大友方の三池氏下座根を、攻めている。しかし、 天正十年に監守は、竜造寺氏と不和になり、同年十一月に、竜造寺軍によって、東条を包囲された。このため監守は、島津氏に吉見を通じ、十一月二十五日と十二月一日には、牢城から脱出した死者が、島津義弘に援軍を要請している。翌年七月十一日に和議がなされた後、十二月十日に、干渉は降伏して、 城の築地兵を破却し、間もなく城を明け渡した。天正12年9月には、立花同摂ら大友軍が来航し、龍造寺方の登場は焼き払われている。その後、田尻監守が、龍造寺方の常盤として入城したが、再び、島津市へ密集を送っている。天正15年の豊臣秀吉による九州国分で、登場は立花宗茂に領有され、 立花重久が常磐を認じられた。慶長6年に田中義政が築後に転校されると、過労、宮川再平が、治業6000国で常磐に認じられている。その後、現那元年の一国一条例で廃城となった。ありがとうございます。